ファイアフライはイギリス海軍のフライ級砲艦の一隻である。10.2cm 砲を運用する本艦の乗員の写真1916年に撮られたオスマン帝国海軍砲艦セルマンパーク時代の本艦手法はアームストロング 10.2cm 速射砲である。その性能は 14.1kg の砲弾を行角20度で 8780m という射程を得ている。 砲画の不行能力は、行角20度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分8から10発であった。他に副武装として、1883年型5.7センチメートル速射砲を採用している。その性能は、 重量2 7 2ラムの砲弾を行角45度で射程7955メートルまで届かせられる。この砲を単装砲がで一機を搭載した。砲がの不行能力は行角60度、深く8度である。さらに、旋回角度は300度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限された。砲の旋回、砲身の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とし、射速度は毎分20発である。他に、ビッカース 4cm 単装、ポムポム砲、単装砲がで1機、7.7mm 単装機銃4丁を装備した。本艦は、ヤーロー社スコッツタウン造船所にて1915年7月に、竣工し、再度分解されて輸送船で、イラクのアーバーダーン造船所で組み立てられ、 イギリス海軍法艦ファイアフライとして収益後は、ユーフラテス川で、紹介任務に就いた。第一次世界大戦時の1915年12月1日に、オスマン帝国軍によって捕獲され、同海軍でセルマーンパークとして、同年12月12日に収益したが、1917年2月26日に、再びイギリス軍によって捕獲された。その後、 イラクの反乱軍によって1924年6月14日に激震された。ありがとうございます。